覚悟、確かに見届けた。認めよう。そなたが一族の力を受け継ぐべきものであると。それは真なる光の力。どのような深き闇も明るく照らし消し去ることができよう。真なる光の力。これであいつを救える。ここが試練だな。光の一族の聖域か。なるほど、強き光の術で守られているようだ。だがほら、この通り。光の者の肉体を利用すれば侵入はたやすいということだ。その声、ヘルムード。そうか、あいつを闇に染めた目的はこれだったのか。全ては我が計画のうち、貴様が一族の力を継承してしまっていたのはわずかながら誤算であったが、それも貴様をこの場で始末し、光の腕輪を手に入れさえすれば同じこと。我が計画に何ら狂いはないのだ。そういうわけだ。貴様には消えてもらうとしよう。大事なものに打たれる絶望を味わいながら、果てるがいい。戦うしかないのか。今こそ授かりし力を使うとき。その一撃に光をまとわせ、闇にとらわれし光の子を解き放つのだ。助けてみせる。必ず。なあ、俺だ。本当にわからないのか。あいつとはこんな形で戦う日が来るなんて。苦しんでる。待っててくれ。今助けてやるからな。もう少しだ。
絶対にお前を取り戻す。私は一体世界樹の調和の祭壇で俺を助けようとして闇に囚われたんだ。すまない。俺のためにお前は。そっか、思い出したわ。ぼんやりとだけど闇に囚われていた間のこともありがとう、助けてくれて。いや、礼を言わなきゃならないのはむしろ俺の方だ。戻ってきてくれてありがとう。何恥ずかしいセリフ言っちゃってるのよ。いや別に。ほら、みんなが待ってるんでしょ。もう行かなきゃ。ああ、そうだったな。だがその前に一つだけ確認しておかなきゃならないことがあるんだ。光の番人、ここに光の腕はないのか。光の女神から海底神殿にあると聞いてきたんだが。知らぬな。我は試練を与えし者。光の腕輪の所在は我の関するところではない。光の者よ、そなたは一族の力を見事己のものとした。行くがよい。そなたの求めしことをなすために、うん、二人一緒に出てきましたよ。ということはつまり、おそらく一族の力を手に入れたんだろう。そしてあいつも元に戻ったということだな。よし、よかったですね。よかった。突然この子が現れて扉の中に入っていっちゃったから心配してたのよ。これでようやく。おい、みんな。ヤガス、って、あれ、試練は終わったんでゲスか。ヤンガス、あんたどこ行ってたのよ。まさか、昔の血が騒いで宝探しでもしてたんじゃないでしょうね。光の腕輪とかいうお宝があるって言うんで、つい。試練の間に光の腕輪はなかった。見つけたのか。まさか。そんなことよりほら、隠れてないで顔を出すでゲスよ。ホミロン、ホミロンだな。おお、突然姿が見えなくなったゆえ心配しておったのじゃぞ。一体どこへ行っておった。僕、逃げ出したんだよ。パパから聞いてたことや大事にしてた冠が本物だって信じられなくなったから怖くて。そしたらいつの間にかここにいたんだ。ここはパパとの思い出の場所だから。隅っこで寂しそうにうずくまっているところを見つけたんでガス。でも一人ぼっちじゃやっぱり寂しくて。僕みんなと一緒にいたい。弱虫でも役立たずでも一緒に戦いたい。だからもう一度仲間にしてくれる。ちょっといなくなったくらいで俺はお前を仲間じゃないと思ったりしないぞ。それにお前は小さい時からの友達だし。ない、その
もっと言うとだな。そうか。まあこんな時まで長いんだから。おいでホミロン、一緒に行きましょう。これからもずっと。